村人転生最強のスローライフ、星2。前世でいい感じのやり手のチートおじさんだった主人公が魔法が存在する異世界ファンタジー風の世界にチート特典てんこ盛りで転生して、みんなのお父さんをするというシナリオ。主人公のスポーン先は、電気のないクソ田舎だが、主人公は何でもできるチートなので、おとじゃやいもじゃをチート魔術師に教育したり、知り合いのクッソ美人の冒険者を一流冒険者と自分の疑似ハーレム候補にしたりとやりたい放題。主人公がいい年したおじさんだったために、そのメスたちが全員自分の娘にしか見えないので色っぽいシーンもなければ色っぽいことも起こらないが、クソ強チート持ちでラノベ体質の主人公で、さらにはさらしなので出てくるメスキャラほぼ全員を籠絡するという感じ。この漫画はイベントの作り方だったり主人公の性格設定が面倒見の良い、いい感じのお父さんって感じにしてあるし、初っ端のイベントである、大商人の船が漂流するというイベントを一級さんして解決して大商人の仕事寵愛を受けるなど破天荒な感じのスローライフ漫画。ここからネタバレ。元日本人のダメ魔族を仲間にしたり調教したりといった感じの異世界ファンタジー風の強引な味付けをしたりするが決して冒険者になってモンスターと戦いまくるみたいな、バトル漫画ではなくいい感じのお父さんがいい感じに面倒を見つつ落ちてくるメスを籠絡しまくるという感じに収まっている。枠が空いたらワンチャンアニメ化あるんじゃないか？と思えるような出来の作品。